ひげさんって割とレアで、あのえー、と親が金持ちって、大体父親金持ちとかを指すんですけど、あの母親が事業でも成功していて、父親も事業で成功してるっていうあの、かじるすねが2本あるっていう、結構珍しいタイプの,あのレア金持ち息子なんですよ。なのであの、ねど、どっちが失敗してもひげさんの家庭は金持ちっていう、なので、ああいう金持ちを見つけると割とあのごってもらえるんで、人生得ですよ。はい、なのであの、皆さんもレア金持ちを見つけて、いろいろ怒ってもらうといいんじゃないかなと思います。 あの金持ちの友達を作った方が人生幸せっていうあの本当はどうしようもないけど正しい事実をあのみんな心に秘めてあの金持ちの友達を探してください。じゃあお疲れ様です